two of us deep in the ocean, bubble love, we got our devotion. You pulled me in so fast, you caught my breath, and long gone winter waves are our own graves. Tell me I'm wrong, tell me I'm right, is something striking? Every time you set it out, my heart stops beating. Like two clouds in the sky, we collide, and slowly, chest to chest, you are mine, only forever. Don't you try to hide it, we're so alike, babe. You're a blessing found in paradise. Wanna scream out loud, girl, the nature's watching. You're a blessing found in paradise. よいしょ。はい、国際通りに移動してきました。まあ、国際通りっていうか、ここはパレットくも字っていうところなんですけど、国際通り抜けたところにある、商業施設ですね。ここでも結構やってるみたいなんですけど、ちょっとな、ちょみんなこれ会議やな。あのね、沖縄路上ミュージシャンまさかの少ないっす。あの梅田のね、気持ち8分の1ぐらいかな。めっちゃ少ない今のところ。僕の遭遇率が悪いだけかもしれないですけど、全然会えてないですね。これ路上ミュージシャン一人一人が結構貴重になってきますね。時間帯の問題なのか曜日の問題なのかわかんないんですけど、全然遭遇できてないですね。はい、なのでね、今結構ね、撮影素材がピンチっすね。足りてない。で、僕の感覚値なんですけど、今のところ国際通りが一番路上ミュージシャン多いかなって気はします。でも、それでもやっぱ気持ち少ないですね。今、路上ライブしてる音聞こえますね。多分この先にいます。ちょっと撮影できるか聞いていきたいと思います。すいません、あの今あの路上ミュージシャンが歌ってるところ YouTube で撮ってるんですけど、はいはい、YouTube で撮っても大丈夫ですか？あ、全然全然。あ、大丈夫ですか？あ、でもちょっと今弦が切れちゃって。あ、弦切れました。交換しないと。あ、了解です。いけないのと。沖縄の方ですか？生まれも育ちます。あ、じゃあこの辺でよく路上ライブされてて。23年ぐらい。え、そんなされてるんですか？え、いつもこの場所なんですか？もともとのれん街、まあ、もともと三越前が10年、はいはい、こっち11年ぐらい。長っ。すごい。ちゃんと、ちゃんとしたやつです。そうです、そうです。なんか、はい、ちゃんとやってないと買わないような。僕、大阪で実は、あの、はい、YouTube の、その、路上ミュージシャンを撮影してて、で、こう。ちょっと好きな、よく、よくっていうのがたまに見る人います。誰ですか？あの人。大阪じゃなくて、大阪の方です。大阪のストリートミュージシャン。エモレスじゃなくて。ああ、彼はチャタンで歌ってます、ね。チャタン最近あの梅田で歌ってて、でそこで僕知り合ったんですよ、エモレスさんと。でも彼はバケモン。ちょっとすごいですよね。レベルが群抜きすぎです、彼は。でエモレスさんで結構再生いって、あのチャンネルが1万人いったんですよ、登録者数。それのスペシャル企画で今あの沖縄で撮影してるっていう感じなんですけど。ああ、なるほど。はい、もともと山本拓樹でやってたじゃないですか。そうですね。その時に僕の路上に彼が来て、僕のオリジナルだったりちょっと一緒にセッションしたり、はい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 、はい、してるのも YouTube に上がってるんで。それじゃあ結構古いお付き合いって感じ。あ、でもエモーレスさんも彼が
19ぐらいの頃に、はい、ここで有名なオーディション番組、はいはい、X ファクターで、はい、出て、でそれで僕も知って、はい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 、まあ、会ったことはなかったけど、その4人でやってたじゃないですか、はいはい、チーム、はい、スカイ・ザ・リミット、スカイ・ザ・リミット、その間なんかちょこちょこ路上ライブもやって、はい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 、まあ、なんか行き来してたんじゃないですかね、その時は。あ、東京と、東京、はい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 、で一回完全に東京行かれたじゃないですか。あ、そうですか、はい、ちょっと詳しいあれは分かんないです。あ、なるほどなるほど。で今沖縄ですね。今沖縄で結構大阪、東京で路上ライブしてて今。うーん、ちなみにお名前伺ってもいいですか。あ、森島和樹と申します。森島和樹さん、彼の歌声を路上ライブで聴けるっていうのはマジですごいですよね。すごすぎる、うん、どんどん大阪でも人が止まっていって、あの歌声は路上レベルじゃないですよね。てかもうそんぐらいだと思う、歌唱力っていう、はいはいはい、まあ、ただ何なのか、ちょっとオリジナルが身の丈に合ってないなっていう。カバーした時に一番その歌唱力とか表現力がバーいくんだけど、うん、だから彼にちょっと俺オリジナル作ってあげたいな。ああ、そうなんですよ。なんですけど、はいはいはい、あ、でも普通にいいっすからね。なんか今ね、さらにスイッチ入って、大阪で路上して、東京で路上されて、で今アメリカいるんですよ、うん、でミュージックビデオ撮られてて、なんかクラファンでお金集めて、でそのずっと路上されてて、大阪、東京で、で出会った人とかの刺激受けて新しい曲作って、うん、そのミュージックビデオを今撮りに行ってるんですよね。なんか結構今スイッチ入ってるみたいで、でもやっぱカバーやってるでしょ。オリジナル出した時の温度差とか声とか全く張りが変わるんですよ、うんうん、僕がやってる側なんですごい分かるんです、はいはいはい、だから彼がもっと本当にやりたいオリジナル表現っていうのを作れればいいのになって思いながら、はい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 、でももうめちゃくちゃ好きですよ彼の歌声、うんうんうん、すごいですよねあの声、表現力、彼彼アイクさん、即興でやった時に彼が即興で、ね、僕がギターでやった時に、はいはい、こうめっちゃいいんです。ちょっと一回見てみてください。歌唱力の基本です。それなんか YouTube に上がってるんですか。森島和樹、山本武史で、はいはい、検索すると、大阪の人と作った曲を一曲、あ、いいっすね。これも山本たちと一緒に歌ったやつ、一つの歌ってやつ。生まれた場所はみんな違うけれど、つながる気持ちあるから今ここにいる。話せ言葉はみんな違うけれど、一つの歌を僕ら歌っている。なあ、教えてくれた人は一人じゃ生きていけないってこと。天国行きと地獄行きの間で揺れて泣いてる人がいる。笑顔を振りまき、愛を振りまき、自分一人だけ泣いてる人がいる。一人ではただの一人よがり、ここ
まれる一つのメロディ、君がいるから僕は歌える、僕が歌えるのは君がいるから。この海はどこまでもどこまでも続いてる、悠久の砂の下で同じ星の上で生まれた場所はみんな違うけれど、繋がる気持ち、あれから今ここにいるんだ。話す言葉はみんな違うけれど、一つの歌を僕らはさ、生まれた場所はみんな違うけれど、繋がる気持ち、あれから今ここにいるんだ。話す言葉はみんな違うけれど、一つの歌を僕ら歌っている、一つの歌を僕ら歌っている。街に埋もれて君がいるから僕は歌える、僕が歌えるのは君がいるから。ありがとうございます。森島和樹で一つの歌ということです。めっちゃいいっす。堂々と撮っていいですからね目の前とかでねリクエストもしていいし、いいですか。めちゃくちゃ良かったっす。やばかったっす。これ音源、あいつね、この山本拓司にちょっと教えたら、はい、僕の100億倍うまく歌えるんですか。マジであいつせこいっすね。だから本当に彼が楽曲でめちゃくちゃね、例えばその歌唱力あるアーティスト腐るほどいて、うん、でもその楽曲に恵まれずに世に出ないシンガー、やっぱその分で言ったらシンガーソングライターってやっぱ強くて、うん、でもそのライターした時に曲を作った時にカバーしたらうまいけど曲はんみたいなの、あ、結構いて、そうですね。で、結構作詞作曲得意な方だから、はいはい、周りで言うと、うん、でもマジであいつになんかこれ歌ってほしいとか、なんか作りたかったりとか、うん、例えば俺があいつぐらい上手ければ、うん、あ、こここうやって作る、こうやって作るってのもあるし、はい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 、みたいなのでね、はいはいはい、なんだけど、くどいてるんだけど、あいつがなびかない。まあまあいいな、なびかないよ。だったら俺がもっともっといい曲いっぱい作って、あいつが歌わせてくださいって言ってくるまで待とう。なるほど。この動画ももしかしたら届くかもしれないんだ、本人に。はい、まあ、ミュージックバー路上っていうお店やってるんだけど、はい、うん、ね、遊びに来てほしいみたいな、もうほんと30分でも1時間でも話、うん、ちょっと話したくて、まあそれはあれか、ちょっとずかずか言っちゃいすぎな、ピュア、彼はピュアすぎるし、うん、この辺でずかずか言われたらうざいだろうしでもそれが人間たちの気持ちっていうか、音楽、うん、届かなかったら届けるまでだし、彼のオリジナルソングが悪いとかそういうわけではなくて、ただ彼がカバーしてるのを見てると、彼の歌声が表現したいのはもっとこうじゃないかな、そこでなんかちょっと力貸したいなとか、うん、別に俺には1円も何もいらないし、ゴーストライターでもいいから1曲ぐらい作らせてほしい。作るっていうか一緒に作ったりとか、どうしようし、うん、2時間でいい、2時間で作る早いっすね、彼の2時間欲しいな、うん、まあ、はい、
ックで練習しよう見、まあ、たいな気持ちが、うん、はいはいはい、しましたよ。本人も今結構いろいろ頑張ってるみたいなんで、いやめっちゃ頑張ってるのもわかるし、うん、純粋にピアノ音楽愛してるのめちゃくちゃわかりますか。とってももっともっと呼び出てたくさんの人を幸せにしてほしいな、うん、谷自身も幸せになってほしいなって思うし、本当にピュアですよね、彼は。ピュアっす、うん、すごいっす。あの心は、うん、守り抜いてほしいし、うん、携わる人は守らなくちゃいけないと思う、うん、ちょっとピュアすぎて不器用なところもありますよね。なんでしょうね、はい、すぐよっていう、できること自分だけができないってこと、誰もが持っているもの自分だけが持っていないもの、幾度の挫折に屈したり挫折することからも逃げてしまったり、これが本当の挫折だと分かっていても動けなかったり、周りを助けてくれて支えてくれてること気づかないで、気づいたところで甘えてその人を泣かせて自分も泣いて、でも少しずつ強くなりながら涙こらえながら流す涙もうやめだなんて思いながら何度も君を泣かせた。今から変わるよ Your life 僕はきっと でもそれじゃ一分手笑わせれ、こんなもんじゃないそんなもんじゃない最高の笑顔をあげれ、変わらば変わること分かってきたもの、僕は人の皮かぶった獣、そんな僕の歌は生き物、君の胸に宿ったんだもの、与えることで与えられて信じることで信じられて、いつの間にか涙も枯れて、そこにはたくさん愛あふれて、もう道には迷わないじゃなくそれを迷ったと思わない、ここは海の上の船内、歌詞を取らなきゃ男じゃない、 Alright 今から変わるよ、僕はきっと、Alright 僕は変わるよ、Alright 今からきっと。Yeah, you're right.
ることで与えられて、信じることで信じられて、いつの間にか涙も枯れて、そこにはたくさん愛あふれて、もう道には迷わない、じゃなくそれを迷ったと思わない、ここは海の上の船内、舵を取らなきゃ男じゃない。Thank you so much. いい歌っすね。ありがとうございます。もうこんなのところはね、タクシーに歌ってほしいななんて思いながら、はいはいはい、どういう言い回しにしたり、どんなフェイク入れたり、はいはい、するんだろう。クレミ、この歌歌ってもらったらどうなるかなみたいな。もう実はいろいろ。やってるんですよ。ええー。やってます。今。ああ、今ね、今ね。そうそう。920曲ぐらいはオリジナルソングがあるんで。すごっ。だからやっぱりその歌ってきた数も違うし、はい、それは彼の方が間違いなく歌唱力あると、うん、その表現者としてだったり、その面では、まあ、先輩っていうのもあったり、彼にないものも僕は持ってるし、でも僕に持ってないものも彼にいっぱい持ってるし。なんかね、やっぱなんかわかります、この一緒になりやりたくなる感じ。はい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 、まあ、でもね、やっぱ僕もシンガーソングライターなんで、彼の歌唱力やっぱ超えたいわけで、うん、全員超えたいですね。全員あったでも本当にズバ抜けすぎですよね。あの人はすごいです、本当に。歌が上手いっていうシンガーのこの生ライブっていうのを結構いろいろ見てきたけど、はい、いやー、彼が僕の中で、うん、歌唱力っていう、うん、ショベル代わりのギターっていう歌を、満天の星空で君の目には雨降る、満天の流れ星、僕の目には君、風を抱きしめて走る君の目先は、夢と踊る舞踏会場、今宵の相手は僕、君は夜に昇る太陽、孤独の闇照らす溢れる星に願い事、僕の夢を叶えたよ、月へ帰り、それは正面照らされた愛の証明、見えないこの先で明日は君の瞳笑うだけ、ただでかいラベンダーミュージック、凍えるミニの水の溶かす魔法を奏でるよ、ギターはショベル代わりさ、スパルタ二人ボキンボキンドアに幸せそうな顔で、チャペル色とるワディアンド、それは幸せのゴン、二人ロンタンロンタンドアに誓いのリング開けて、月へ帰り、それは勝利、忘れた愛の証明、見えないこの先でラスティは君の瞳笑うだけ、見えないこの先でラスティは君の心笑うだけ、ララ
が選ばんだミュージック凍えるビニールスノー溶かす魔法を奏でるよ北を縛る川でさ。 Thank you so much。 縛る川でのギターという話でした。7年前ぐらいかな、6年前ぐらいに妻にプロポーズした歌でした。素敵。新婚さんいらっしゃいで歌って。そうなんですか。2017年の10月ぐらいかな。書きますか。あ、サインですか。何をすか。サイン的な。あ、いいんすか。全然やった。エモーレさんあったら伝えておきます。お会いしたっていう森島さんに。あ、今度10月帰ってくるって言ってましたよ。お店来てねって言って、はい、結構押して行って来なかったっていうのは。なるほど。俺に引いてんなと思ってて、距離感が。だから、見るんだったらもうかけて彼の歌を楽しもうかなとりあえずって感じで、はい、僕は僕自身のアーティスト共感し、というのはお互いの共鳴があるから。まあそうですね。来なかったんだったらしょうがないし、さっきの1曲目めっちゃ好きでしたけどね。生まれた場所は。あ、そうですそうです。なんかエモーレスさんと歌ったらみたいな言ってた。あの爆発空じゃいつらあのやつ。みんな言いますよね、やっぱバケモンって。いやいや、もうダントツっす。まあ確かにそうですよね。でもダントツなんです。ダントツすぎて。沖縄の方言を一つ書いておきます。お、だいぶスペースないっすよ。顔にやばいですね。ブレイキングダウンの顔入れ墨にさん。お前お前なんてゆいまる。これゆいっていうのが結ぶで、はい、回るが回すで、はい、まあ、支え合いっていう意味なんですけど。あ、なるほど。で昔この畑とかやってる人たちとか、はい、病気になったら腐らせちゃうじゃないですか。はい、そうしたら周りの人たちが助けれるような、はい、まあ、もう100年以上前のお話、はい、まあ、そこから来てる、まあ、支え合いだと、はいはいはい、僕のおじいおばあの解釈で書かさせてもらったんですけども、うん、このもらって優しさは次につなげようねっていう、嫌なことはすぐ返ってくるけどいいことはすぐ返ってくるんじゃなくて人から人につないで回ってくる、回ってくる、返ってくるんじゃなくて回ってくるっていう、はいはい、いい言葉。暴言暴力はすぐ返ってくるけど、はいはい、いいことはすぐ返されるんじゃなくて人から人へつないで、そのバトンは色変え形変え何らかの形で時間をかけて自分のところにたどり着くようになってるから、他人でも家族のように思う気持ちは少しでもいいから持っておくよね、それが琉球の心だよって、うん、僕のおじおばあはおっしゃってたので、その解釈で書かさせていただきました。ありがとうございます。素敵。めちゃくちゃ素敵。ブレイキングダウンみたいになってる。いやいや、ブレイキングダウンだって。ありがとうございます。また配信させていただきますんで。いや、ありがとうございます。もう長らく見ていただいて皆さん。いや、とんでもないです。またお会いしました。よろしくお願いします。ありがとうございます。森島さん CD 買っちゃいました。やっぱね、エモーレスさんは特にこっちでは知名度めちゃくちゃ高いですね。皆さんミュージシャンの方は知ってますね、さすがに。いや、めちゃくちゃ熱かったですね。歌も人もめちゃくちゃ燃えてた。豪華のように燃えてましたね。メラメラでしたね。今からちょっと国際通りの方を見て今日は終わりにしたいと思います。ちょっと移動で。はい、ここは安定のさやかさんゾーンですね。あそこの通りでやってます。あそこ入ったところでね、最後挨拶がてらに何曲か撮っていきたいと思います。
こんばんは。こんばんは。また撮っても大丈夫ですか。今日は人少ないんですか。別にそういうわけ。金曜日意外と少ない。少ないというか、あんまりなんですよね。そうなんや。土曜が一番いい。土曜がやっぱ一番。路上ミュージシャンも今日少なかったんですよね。わかんないですけど、昨日金曜日、なんかどこのお店も結構います。そうなんや。まあ、飲食店はあるんですけど。はい。何曲ぐらい歌えるんですか。今ここにあるのは300ちょいですけど。ここにあるっていうのは自分のストック？合計今あるのは。すごいな。ない、なんだ、歌えるけど音源がない。ああ、なるほどなるほど。Ooh.
はい、ということで本日の撮影は終了になります。いや、タイミングなんですかね、全然路上ミュージシャンに遭遇できないんですけど、何なんでしょうね、ちょっと考えどころっすね。それか長時間粘ってみるか、できるだけ日にち出れば多分どっかでバッティングすると思うんで、まだ会ったことない人も、なのでなるべく撮影しに行くっていう形でね、ちょっと戦略としてはそういう形でやっていきたいと思います。ということで、また次回見てねー。